感染が判明したのは、未就学児から90代までの85人です。全員軽症で30人の感染経路が分かっていません。年代別では、10代が最も多く19人、ついで10歳未満が15人、30代が13人などとなっています。地域別では、高知市が40人、芸生村が11人、南国市、 井野町、すくも市が5人など16の市町村で感染が確認されています新たなクラスターは6件でこのうち5件が高知市です高校で同じ部活に所属し寮生活をしていた生徒5人放課後児童クラブで児童4人と指導員1人の合わせて5人スポーツ教室で 児童4人と指導者1人の合わせて5人会社で従業員6人入所型の高齢者施設で職員5人の感染が確認されていますまた、空き館内の病院で今日までに入院患者5人、医療従事者2人の合わせて7人の陽性が判明しています県内の感染者は累計で 一万八千五百四十九人となっています。現在医療機関には三十六人が入院していて。重症患者は二人。中等症は一人増えて七人です。四国の今日の新規感染者は愛媛が百五十人。香川が百七十三人。徳島が八十九人となっていて。先週の月曜と比べると。四県すべてで増えています。